おはろう版は説です。見てくれてありがとう。今回はサイドアームサブウェポンですね、ハンドガンの一つ目の武器 M9 ですね。これを紹介していきます。ベレッタですね、これ大好きです。このハンドガンの中で私一番大好きですね。これがセミオートで高いキャパシティを誇る、至近距離で効果的っていうね、まあ、結構こう近接というかかなり至近距離の専用というかね、そのくらいのやっぱ距離で戦っていく銃になりますね。撃つとこんな感じです。結構連射が効くんですよね。でやっぱ命中精度もいいですね。覗き込むとこんな感じでね、結構この自分の連射に合わせてこの銃も連射が速くなっていくといったね、自分が頑張れば頑張るほど強くなるといった武器になりますね。で、ドットサイトも全然ね、このナイトサイトというかね、ドットが見やすいですね。パッと構えた時にすぐ狙いやすいと思います。それとリロード速度はね、やっぱり速いですね。打ち切った後も若干遅くなりますけど、全然遅いっていう部類ではないですね。遠距離から撃ってみます。結構跳ね上がりが気になるかなと思いますので、遠距離は当然難しくなってきます。中距離から極端にちょっとね狙いにくいっていう感じがありますね。あとサブエポンのせいなのか、あのエイムアシストですね、それがだいぶ効きにくくなる気がするんですよね。だいたい中距離から遠距離にかけてですので、かなり遠距離は難しくなっていきますね。よく狙って撃たないと当たらないですね。で、弾は標準で15発です。パークはですね、アタッチメントはそういえばサイレンサーしかこの武器はないですね。で、パークがですね、そのストッピングパワーをつけていけば問題ないかと思うんですけれども、ダブルダップをねつけたいという方、こちらがその連射速度になります。それとスライハンドをつけた時のリロード速度ですね。こんな感じです。とても速いですね。やっぱスライハンドというかリロード速くして、そのなんだ、立ち回りというか機動性をねさらに良くするととても、まあ、強くなるんじゃないかなと。でもそれよりやっぱストッピングパワーの方がどうなのかな、結構信頼度は高いのかなといった印象があります。それでは実際に使っていきましょう。今回はね、メインウェポンは外せないので、このまま遠距離でね、こいつを使っていきます。で、基本的には M9。で、弾薬を最大にして、ストッピングパワーでパワーを最大。そして、エクストリームコンディションで、機動性をマックスにしてきております。さあ、行くぞ。やめて。倒して、前から来るかな。わ、もうリスポンが近いっつの。倒した、いいぞ。前から来るか。グレネードを奥に投げよう。いるんだよね。倒せないか。やめて。なんか自滅しようとしてる今。今自滅、危ない。倒して前から来る。これいかんな。倒してやばいですよね。もうここ遠距離にゃんぐん。あれ、いた気がしたけど逃しちゃった。オッケー、意外といけるね。よし、前にいる。無理か。わー、アシスト危ない。 UAV 前にいるね。いるな。よし、倒して、やばいやばい、巻き添え食らうわ。来るか、いるな。倒して、うわ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 、
うわー、アシストか。リロードしたい。エアストライクをここら辺に。誰か当たってください。倒して、あともうちょっとでヘリだ。倒した、オッケー、いいぞ。あ、空爆もナイスです。リロードあのダッシュキャンセルはしないようにした方がいいですね。走った後構えるがすんげえ遅いから、普通に三角に連打でリロキャンはしましょう。おいやんいいねって言おうとしたらオッケーだ。そっちに行きたい。誰も攻撃すんなよ。やばいって、ほっいや、ほうじゃねえよな。奥にいるな。ここら辺で戦いたいぞ。コンカッション当たってくんねえか。よし、意外といけるね。中距離がやっぱきびいよ、もう。あ、やべ、どっ来る、奥にいるな。ヘリコプター倒してね。うますぎんだろ。あ、どこ行った。危ない危ない、倒してやんあと2キルです。やらせてください、お願いします。倒して近いな。オッケーわ、ギリギリだった。ギリギリというかキル差はそんな離れてなかったから怖かったはい、ということで今回 M9 ですね。なんとか、まあ、こいつをメインで使っていけたんじゃないかなと思います。この武器自体で何キルできたかわからないけど、よかったです。それじゃあね、やっぱ M9 ベレッタはね、かっこいいし大好きなので、今回使えて楽しかったです。それじゃあ最後までご視聴ありがとうございました。また次回も別の銃紹介していきますので、よろしければぜひ見てください。それじゃあ、バイバイ。